はい、こんにちは。二次方程式ですね。しかも、一次の項がないんで、x2 乗イコール数字というふうになるだけの話なんですけど、でも、この掛け算はしたくないかなと。で、まあ、二分の一になってるのは、まあ、親切のつもりなんでしょうけども、まあ、二倍しちゃって、こっち移行して整理すると、x2 乗イコール二倍するから、で、こっち移行してるんで、2×4×10×82×6562 で足す1ですよね。で、なんでこう、もともとこうしてなかったかというと、この数でちょっとこの2が入っちゃうとなんか気づきにくいかなっていうために、まあ、2分の1してあるんでしょうと。この、まあ、この数ちょっとでかいんで、まあ、3のべき乗に慣れ親しんだ人だったらすぐに気づくのかもしれませんけども、これまあ要するに3たす1、3の2乗9たす1、3の4乗81たす1と。ってことはこれ81の2乗になってないかなっていうとなってますね。64で16で6561なんで足す1してまあこれと。これ3の8乗たす1になってると。そうするともう、この2もさらにうまいですね。この2っていうのをあえて3-1にしてあげれば、3たす1、3の2乗たす1、3の4乗たす1、3の8乗たす1と、たす1と。そうするとこれとこれ掛け算して、3の2乗引く1。そうするとこれとこれ掛け算して、3の4乗引く1。これとこれ掛け算して3の8乗引く1。これとこれ掛け算して3の16乗引く1。と、足す1なんで結局、x2 乗が3の16乗と。ということで、x は、まあ、プラスマイナス3の8乗と。3の8乗はこれですね。なんで、x はプラスマイナス6561ということになりますと。以上です。ありがとうございました。おかげさまで、本第1弾、第2弾、第3弾、すべて重版、出題、ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているのでぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。